皆さん、こんにちは。今回は夏場所を振り返りながら、元横綱、稀勢の里が指摘する現在の大相撲界の問題点について考えていきたいと思います。まず、夏場所で優勝したのは新小結びの大の里でした。デビューしてわずか1年での快挙は、大相撲ファンに大きな衝撃を与えました。若い力士の台頭は、常に相撲界に新しい風を吹き込んでくれます。しかし、その裏では横綱大関陣の不振が浮き彫りになったとも言えるでしょう。春場所では新入幕の武富士が優勝するなど、番付の価値が問われる事態が続いているのです。稀勢の里はこうした状況の原因として、現役力士たちが自分の形を持っていないことを指摘しています。過去の名横綱、名大関と呼ばれた力士たちを思い返してみてください。彼らは皆自らの相撲スタイルを確立し、それを極めることで強さを発揮していました。千代の富士の立ち合いからの一気の寄り、北の海の鬼のような張り手、貴乃花の華麗な立ち合い、朝青龍の豪快な突き押し、それぞれが独自の武器を持ち、それが拠り所となっていたのです。たとえ苦しい状況に陥っても、自分の相撲を信じて戦うことができた。それが彼らを名力士たらしめていた要因の一つだったのかもしれません。ところが、現在の大関陣を見渡してみると、自分の形を持たず、相手に合わせて相撲を取ることが多いように感じられます。もちろん相手の特徴を研究し、対策を立てることは大切です。しかし、それ以上に重要なのは、自分の強みを最大限に生かすことではないでしょうか。相手に振り回されるのではなく、自分のペースで相撲を運び、勝負どころで自分の技を出し切る。これができなければ、いくら勝ち星を重ねても、その先に限界が待っているのは明らかです。大の里の優勝は、そんな現状への継承とも受け取れます。大の里はまだデビューして日が浅い若手力士ですが、土俵では誰にもひるむことなく、自分の相撲を貫いています。その姿勢が多くのファンの心を捉えたのだと思います。もちろん大の里もこれからさらなる成長が求められます。今回の優勝に満足することなく、究極の自分の形を追求していってほしいものです。一方で、元関脇の武蔵丸は現役力士たちに苦言を呈しています。昔の横綱大関は怒ってるよと語る武蔵丸は、番付の価値が失われている現状に危機感を抱いているのです。確かに、かつては横綱、大関、関脇、小結びという序列が明確で、それぞれの地位にふさわしい力士が存在していました。しかし、今はそのバランスが崩れつつあります。特に休場が続く照ノ富士や貴景勝については、引き際も考えないと、と武蔵丸は厳しい意見を述べました。横綱は言わずもがな、大関もその地位に恥じぬ強さを常に示し続けなければなりません。それが叶わないのであれば、潔く引退する勇気も必要です。武蔵丸の言葉は、往年の名力士たちの心意気を思い起こさせてくれます。そんな武蔵丸が称賛したのは、13日目に大の里から白星を挙げた平戸海です。体格では劣る平戸海ですが、真っ向勝負の切符のいい相撲を取る姿勢に武蔵丸は惚れ込んだのでしょう。決して派手さはないかもしれません。しかし、どんな相手に対しても一歩も引かない、その真の強さこそが今の大相撲界に求められているものなのかもしれません。そんな平戸海に、武蔵丸は殊勲賞、敢闘賞、技能賞の3賞を全て与えたいと語りました。ここで史上最弱と呼ばれながらも最も愛された横綱、稀勢の里の悲劇についても触れておきましょう。稀勢の里の物語は、現代の大相撲界が抱える問題点を象徴的に表しているように思えてなりません。稀勢の里は小学生の頃から大相撲に魅了され、いつか横綱になることを夢見て相撲人生をスタートさせました。小さな体ながらも、持ち前の努力と真面目な性格で着実に番付を上げていきます。大関昇進は史上最速タイの最短31場所、そして19年ぶりの日本人横綱誕生へと期待は高まっていきました。しかし、その夢は横綱昇進直後の大阪場所での悲劇によって大きく揺らぐことになります。13日目の春馬富士戦での左上腕部、左胸の大怪我、本来ならばこの時点で休場し、怪我の完治に専念すべきだったのかもしれません。
しかし稀勢の里は横綱としてのプライドとファンの期待に応えたいという思いから無理を重ねて土俵に上がり続けます。その結果怪我の再発を繰り返し本来の実力を発揮できないまま負のスパイラルに陥ってしまいます。得意の左四つから繰り出す独特の押っつけ相撲も威力を失っていきました。休場と復帰を繰り返す中で体重は180キロを超え動きも鈍くなっていく。そうして数々のワースト記録を塗り替えることになったのです。振り返れば稀勢の里の悲劇には周囲の支えの不足も大きく影響していたと言えるでしょう。師匠の鳴門親方が早くに他界し後を継いだ田子の浦親方はまだ指導者としての経験が浅かった。横綱昇進直後の弟子をどのようにサポートすべきか、怪我からの復帰プランをどう描いていけばいいのか、その指針を示せなかったのかもしれません。加えて当時の日本相撲界は日本人横綱不在の時代が長く続いており、稀勢の里にはその空白を埋める使命感がのしかかっていました。国技としての大相撲の威信を何としても守り抜かねばならない、そんなプレッシャーが稀勢の里の心身をさらに追い詰めていったのかもしれません。しかしそんな逆境の中でも稀勢の里は最後まで諦めることはありませんでした。たとえ満身創痍の状態でも毎場所必ず土俵に上がり精一杯の相撲を取り続けた。横綱として皆様の期待に添えられないことは悔いが残りますが、私の土俵人生に変の悔いもございません。引退会見での言葉が稀勢の里の真摯な姿勢を物語っています。その潔い生き様は多くのファンの心を打ちました。絶対に逃げないという信念はいつしか稀勢の里そのものを表すものとなりました。最後まで土俵に立ち続けた稀勢の里、史上最弱の横綱と呼ばれようと彼がファンに愛され続けた理由はそこにあったのだと思います。さて稀勢の里の引退は大相撲界にとって大きな転換点となりました。かつての最強力士が去り若い世代が台頭してくる、そんな世代交代の狭間で大相撲は新たな時代を迎えようとしているのです。しかしそれは単なる古き良き時代の終焉ではありません。むしろ伝統を受け継ぎながら新しい相撲を切り開いていくチャンスだと捉えるべきでしょう。横綱、大関といった地位の価値を取り戻し、一人一人の力士が自分だけの相撲を追求していく、そんなこの時代の幕開けを今こそ告げる必要があるのかもしれません。若い力士たちにはまずは先人の教えに謙虚に耳を傾けてほしいと思います。稀勢の里が示してくれた諦めない心、武蔵丸が説く自分の形の大切さ、そうした教訓を胸に刻みながら自分だけの相撲を確立していってほしい。そして我々ファンは彼らの成長を温かく見守り、時には厳しく鞭撻していく、そんな関係性が大相撲の未来を照らす光になるはずです。時代は移り変わっても土俵の上で真剣勝負を繰り広げる力士たちの姿は私たちの心を魅了し続けてくれるでしょう。それこそが国技大相撲の真髄であり普遍の価値なのだから、今宵は稀勢の里の引退を機に大相撲界の現状と未来について考えてみました。皆さんはどのように感じられたでしょうか。現役力士に対する応援や批判、大相撲に対する期待や不安、様々な思いが交錯しているかもしれません。そんな中で私たちができることは何でしょうか。それは今この瞬間も土俵の上で戦い続ける力士たちに惜しみない声援を送ること、そして大相撲の未来を担う若い世代にエールを送り続けることだと思います。たとえ小さな声でもファンの思いは必ず土俵の上の彼らに届くはずです。そうした思いの積み重ねが大相撲界を動かしていく原動力になる、私はそう信じています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。